あの世界を私を巻き込んでんじゃねえよ。畜生、あれは人間じゃない、生き物ですら。ずっとこんな調子だ。お前が来れば何か変わるかと思ったが、高藤夜霧と遭遇してこうなったと。彼について何か分かりましたか。花川大門という賢者候補から得た情報だが、どうせ高藤のこと聞いたらさっさと殺すつもりなんでしょうが。おそらく無垢な少年みたいな見た目だけど、あっさり殺したりして、あれへおかしいぞ、こんなんで死んじゃうんだとか言ったりするんでしょうか。さっきまで床に額をこすりつけながらも何としてでも生き延びてやるって顔をしていたのは何だったんだよ。見られてたでござるか。念じただけで相手を殺せるなんてとても信じられない。ですか。わかったよ。その高藤夜霧ってやつを殺すのが最優先だ。どうやって。主様よりも強いお方の力を借りればいい。それは封印の鍵だよ。一体何の。主様の妹だ。所業があまりに無茶苦茶だったので主様が隙を見て封印された。そんな方がおられるなら拙者は失礼いたしますね。僕は高藤ってやつのことをよく知らないんだよ。だから君についてきてもらわないと。いや、その一緒に歩いて噂になっても恥ずかしいでござるし。だったら認識阻害で大丈夫だよ。まずは有効度を上げてくださいでござるよ。いやー、つうか何なんですか。もう僕ここにいいように扱われたかと思えば今度は翔太ですか。いや、こう見えて実は女の子だったとかそういうのはないでござるか。それなら拙者も受け入れなくもないでござるか。違うでござろうが。なんだよ、女がいいんだろ。女装しとけばいいだろうってのが雑だでござるよ。男の子気取りたいなら性格から改善するでござるよ。何かあったんでしょうか。ぎょっ、あれ、認識阻害が通用してないな。こんばんは。あなたが花川さんですね。私、賢者のシオンと言いますが、覚えていらっしゃいますか。はい、では拙者これにて失礼つかまつるでござる。どちらに。拙者たちは魔界について調べておってですね、別の店に話を聞きに行こうかと。でしたら私が教えて差し上げましょう。逃げるなんてやめときなよ。機嫌を損ねるとろくなことにはならないよ。高藤夜霧さんという方についてお聞きしたいのですが。殺意を感知するというのは初耳ですね。高藤夜霧をどうするつもり。さっさと始末してしまった方が後腐れがなくていいと思いますし、いろいろと利用できそうでもありますし。高藤夜霧は僕がやる。魔人の手下ごときに何ができるとも思えないのですけど。なんだと。喧嘩なら拙者を巻き込まないところでやって。なぜ拙者に。もう花川さんに用はないかなと。いきなり何するんだ。面白いですね。熱戦を生クリームに変換してしまうとは。ちょっと待ってくださらんか。魔界について教えてくださるって話でしたよね。ああ、すっかり忘れていました。何を聞きたいのでしょうか。魔界の入り口はどこでござるか。この町の中でしたら入り口は頻繁に見かけると思いますよ。酒場でチケットを購入して行ってみてください。なんですと。やぶ蛇かもしれませんが、拙者のことはもういいので。魔界のことをわざわざ教えておいて殺してしまっては教えた甲斐がありませんしね。あいつむちゃくちゃすぎる。何を考えてるのかまるでわからない。拙者のようなものが生クリームまみれになって誰得でござるよ。